ボールとは、深刻生物の細胞質に見られる、細胞小器官で、その機能は、まだ完全には分かっていない。1980年代に、UCLA 薬学部の細胞生物学者、ナンシー・ケデル社と、生科学者、レオナルド・ロメが発見したん利した。電子顕微鏡を用いた観察により、境界建築に見られる、 ボールトのアーチに似た39回対象構造が明らかにされている。様々な種類の真核生物細胞で見られ、真核生物間でその配列はよく保存されているようである。ボールトは脂質ラフトの一部となり、病原体と戦う役割をしている可能性がある。ボールトは巨大なリボネクレオタンパク質粒子である。リボソームの約3倍の大きさ。 約13倍の分子量があり、様々な真核生物細胞で見られる。ネガティブ染色では34ナノメートル60ナノメートル、極低温電子顕微鏡では26ナノメートル49ナノメートル、操作型透過電子顕微鏡では35ナノメートル59ナノメートルの大きさで観測されている。ボールトは主としてタンパク質でできており、 そのことが既存の技術によって染色するのを難しくしている。タンパク質の構造は多くの主要ボールとタンパク質が2つある副ボールとタンパク質のうちの一方に結合して構成されている。2009年6月兵庫県立大学の月原富武氏らによって X 線結晶構造解析による原子分解能の構造が与えられた。 構造決定にはスプリング8 b l 4 4 x u b e ムラインによって得られた解説データを用い、先に決定されていた電子顕微鏡による構造を初期モデルとして位相決定した。いくつかの主要ボールトタンパク質と一つの複ボールトタンパク質からなる大きな複合体二つが合わさって筒状のボールト細胞小器官を形成する。 これには86から141塩基の小さな RNA を含むことがある。まだ完全には解明されていないが、ボールトは核光複合体と関係があり、その八面体系の形状もそのことに関わっているようである。ボールトは核細胞質管の物質輸送、電令 RNA の極在化、薬剤耐性、細胞信号伝達、核光業種、 自然免疫など広範囲にわたる細胞機能に関係している。ハツカネズミを使って3種類のボールとタンパク質を個々にあるいはベパープとテップ1の組み合わせでノックアウトした場合の変化について調べられている。その結果、すべてのハツカネズミは生存できることがわかり、特に目につく表現系の変化は見られなかった。また3種類の MVP をコードしている。 玉コりカビで同様に個々のタンパク質あるいは複数のタンパク質を組み合わせてノックアウトした実験も行われている。表現型における変化が2つのタンパク質をノックアウトした玉コりカビにおいてのみ見られ栄養ストレス条件下において成長遅延があった。この結果はボールトがもし細胞に不可欠な機能に関係している場合、その機能を代替する 上長系の存在を示唆している。1990年代終わり、多剤体制と診断された、がん患者で、ボールトが過剰に発現していることが発見された。このことは、ボールトの数が増えると、薬剤体制を引き起こすことを証明したわけではないが、ある種の関わりがあることを暗示している。また、主要細胞における薬剤体制の背景にある気候の発見と、 抗がん剤の改良を進める可能性がある。ボールトは様々な進化,化生物細胞で見られるが、ある種ではタンパク質を持っていないようである。このような生物には以下のものが含まれる。このような例外がある一方で、広範な生物種にわたって、ボールトの類似性は高く、これは進化の上である。種の重要な役割を果たしていることを示唆する。ありがとうございます。